オレンジ SA はフランスの主要電気通信事業者の一つ。旧称はフランステレコム。世界中で16万6千人の従業員と2億3、200万人の利用者を抱える。現在の社名はフランステレコム時代の2000年に買収したイギリスの携帯電話会社オレンジに由来する。買収後に自社の携帯電話事業のブランド名として使用していたオレンジを2006年より グループ全体の統一ブランド都市2013年に社名も解消した。社名の発音はフランス語ではオランジュとなる。ただし一部のフランス国外拠点では従来からの英語読みのオレンジとも発音される。主に以下の3種のサービスを提供している。また、子会社では主に以下のサービスを提供している。主に第2世代、第3世代。 第4世代による携帯電話事業を行っている。アップルからフランス国内における iPhone の独占キャリアとして選ばれたこともある。以前からの電話回線と ADSL サービスにより以下のような商品展開を行う。オレンジチネマおよびオレンジスポーツのサービス名で ADSL 回線を利用したビデオオンデマンドサービスを提供している。子会社オレンジビジネスサービスで事業者向けに 以下のサービスを提供している。2005年には20万3000人の社員を雇用し、売上高490億ユーロ、うち事業所得が113億ユーロ、純利益は57億ユーロ、一株あたりにして2.28ユーロであった、ユーロネクストパリとニューヨーク証券取引所、イタリア証券取引所に上場している。 企業の借入額は478億円で、これは総利益額の2.48倍に当たる。顧客数は、携帯電話が1億7、200万、ブロードバンドインターネット接続が1、500万である。社員数は、2005年終わりのアメナ買収前には60、60%が、フランス16、16%は、ポーランド12、12%は、イギリス2、2%がスペインであった。 フランス革命のさなか、1792年に、当時紛争下で治安が不安定であった国の各地を結ぶ初めての情報通信網が作られた、シャップの発明による目視通信システムである。やがて電信、そして電話の発明に伴い、1878年にフランス政府が郵政電信章を開設。まもなく1898年には電話網を九州合併。 国営化し、1900年には、郵政電信電話事務局が設置された。1923年になって、やっと、郵政電信省のロゴ P&T に電話を表す二つ目の T が加わり、郵政電信電話省となった。1941年に、郵政電信電話省の内部に、電信電話総局が開設され、1944年には、 フランス国内での電信電話産業を推進する機関として国立電信電話研究センターが誕生した。1970年代にフランスはデルタ LP 計画の通信網整備により数カ国に遅れをとっていた分を挽回した。これよって C ネットの技術者、研究者はフランスの産業界の協力によりデジタル通信ミニテル、GSM 規格を整備することとなった。 欧州連合の公共サービスの競争化の方針に従い、電信電話総局は1988年1月1日よりフランステレコムとなった。1990年7月2日の法令により、フランステレコムは政府と分離した法人となり、マルセルルレが初代社長に就任した。財政的にも政府とは分離したが、これ以前は、 国民議会の議決を必要とする PTT 補足予算の一部として予算が計上されていた。1995年9月、ミシェル・ボンがフランステレコムグループのトップに立った。1998年1月1日の自由、競争化に備え、1996年7月に成立した法律により、フランス政府が唯一の株主である株式会社となった。 1997年の最初の株式公開はインターネットブームにも乗って市場に好感を持たれ大成功であった。第2回の株式公開は1998年に行われた。ボーダフォンなどの競争相手が仕掛けた国際化競争などでは出遅れたため、この時期急成長を見せたインターネット事業から最大限に利益を引き出すように焦点を絞った戦略を取った。これは 結果的に、ドイツテレコムとの同盟関係を結立させ、ドイツテレコムは、テレコムイタリアと協定を結ぶ協議に入ると宣言した。1999年、イギリスの携帯電話事業者だったオレンジ PLC が、ドイツのマンネスマンに買収され、これに反応したボーダフォンが、翌2000年にマンネスマンに対し、敵対的買収を仕掛けたが、 携帯電話事業の免許を二重に保有することが EU 規則に反することから、ボーダフォンはオレンジ PLC を切り離すことになった。同年、フランステレコムはオレンジ PLC を39億7000ユーロで、ボーダフォンから買い取り、オレンジ SA として子会社化した。翌2001年には自社の携帯電話事業、IT ナース、オラ、モービーカートをオレンジ s a に統合した。 フランステレコムはまた世界中で企業買収を行って規模としては世界で4番目の通信事業者となった。2002年10月2日、当時世界第2の負債を抱えていたフランステレコムの立て直しのためティエリーブルトンが社長、総支配人に任命された。ブルトンは銀行と投資家による150億ユーロの負債償還。 当時最大株主であったフランス政府から150億ユーロの増資、そして組織内改革により150億ユーロの内部資金調達の再建計画を行ったが、2005年2月、入閣のためにフランステレコムを辞職した。2004年9月に、フランス政府は手持ちのフランステレコム株の一部を売却して、株保有率を50%未満とし、フランステレコムは一般式企業となった。 国営化後115年を経て、電話事業は再び支援化された。2005年7月27日、スペイン市場の24%を占める、携帯電話事業者、アメナの株の80%を64億ユーロで取得したと発表。さらに、利用者が必要とするすべての通信手段を一括して提供するネクスト計画の展開を発表。ダタクシス社の調査によれば、 2005年時点でフランステレコムは中国電信に次ぎアメリカの SBC コミュニケーションズを抑えて世界第二、位ヨーロッパでは第一位のインターネット事業者であった2006年6月1日よりそれまで携帯電話事業で使用していたブランド名オレンジをすべての事業分野における統一ブランドとしたロゴは丸みを帯びて色と書体が変更された 2012年5月に開催された年次株主総会にてフランステレコムの社名をオレンジへ変更することが承認され2013年7月1日に変更が実施された2007年から2010年頃には2万2千人の削減を目指す大規模なリストラが行われ従業員の自殺が相次いだ2019年にはリディエロンバール元最高経営責任者ら当時の 経営人が従業員の不安を煽って自殺や自殺未遂に追い込んだとして金庫刑と罰金刑を言い渡された。2013年7月24日時点でのオレンジの株の配分は以下の通り、2010年にドイツテレコムと合弁で EE を設立し、ドイツテレコムの子会社である T モバイルと当時フランステレコムの携帯電話事業主会社だった。 オレンジ両社のイギリス国内事業を遺憾したフランステレコム本体がオレンジになった後の2016年ドイツテレコムと共に EE を BT グループに売却したありがとうございます。